チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。前はね、そのベストワイフトップ10の話してたんですけど、男性だったら誰だと思いますか？やはりこっちも外国人と日本人の違いが現れます。5は最近って言えばヤッキマルでした。うわー、長い髪の毛がすっごい大好きなんですよ。ほんと大好き。ソウルキャリバーの三つ剣が大好きなんですよ。わー、行かないけー。わー、サムライのイメージがぴったりなんですよ。4番目はあのガンスターのウォリックさんです。で、ウォリックさんはね、意外と性格悪い。どちらかというと女の子好き、すごい女の子好き。あー、でもそれが好きかも。トップ3はね、意外と日本人っぽいって言われました。これはね、フリーのリンちゃんです。いやー、ちょっとキャーキャーキャーって言いたい。ナンバー2に行きたいと思います。最有機のゴージョさんです。リラードよりは昔の方が好きなんですけど、やはり髪が長い人が好きなんだなってちょっと思った。はい、ではこれは私のベスト1に行きたいと思います。これはね、イヌヤシャです。私と誰かと結婚したいだったら犬やしゃって答えた、素直で。その外国のトップ10に行く前に、日本ジャパンのトップ5も話したいと思います。5はローラートライのキリトさんです。なるほどなるほどってな感じ。え、なんで人気なのってすごい逆に聞きたいの。次は、私はね、これ見てないなんですけど、あ、なんとなくわかる雰囲気から、悠々アクションのヒエさんです。あー、なるほどね、なるほど。まあまあまあ悪くないなと思う。3番目、日本人の女性絶対好きそうだな。これは外国だ、逆だな。ルイ・マスタングのハガレン。あー、のルイかですよね。あートップ2、これはね、絶対日本人しか好きになれないキャラクターだと思うんですけど、銀玉の銀時です。外国の人は銀玉の意味が本当に分かってない気がするんですよ。なんか文化違すぎて、そのコメディの意味が分からないから。確かに私も銀時はそこまで好きとかではないかなって思う。で、これは1番、刺激の巨人のレヴィです。あー、リバイルが来た。リバイル、ものすごいカリスマ。でも背がちっちゃいな。背がちっちゃいな。背がものすごいちっちゃいな。でもなんとなくは分かります。私これ今デザインしました。私のオリジナル T シャツなので、皆さんよかったら買ってください。ここのリンク落ちますので、よかったらぜひ私の T シャツを、イケメンの話しながらを買ってください。行きたいと思います。反対期サンタキルアです。おー、なるほどなるほど。まあね、性格的には外国人はすごい好きそうなんですけど、一番コスプレやりたくなるのはみんなキルアなんですよね。そうだね。あー、なんとなくでもわかります。9番に行きたいと思います。これはね、最近すごい人気になってたキャラクターなんですけど、マイヒーローアカデミアのカツキバクゴです。あー、カツキバクゴでもすごい性格悪いな。多分見た目だと思うなんですけど、そういう性格悪い人と付き合いたいっていうか、まあでも友達になりたいかなって思うぐらい。ストップラーメンに入ってるのは渦巻きナルト。そう、ナルトなの。サスケじゃない、ナルト。え、嘘、ナルトなの。ナルトとマカカシも入ってるのなんですけど、へえ、絶対日本は逆なのに。
だから外国人はね、実は悪い、日本人みたい、例えばサスケとは絶対好きにならないと思うんですよ。サスケいらない。じゃあサスケめっちゃかっこいいけど、ほんともう口に焼けるなってぐらい思っちゃう。なんか、あー本当にやるぞいってな感じになっちゃうんですよね。でもそれはやっぱり外国人だからそう思っちゃう。実は日本人から見るとそうでもないよって絶対になると思いますね。トップ6に入りたいと思います。ワンピースのゾロです。うわー、これ懐かしいな。あー、なんかすごいお強い男性だね。どっちかっていうとかっこいい、ちょっとワイルドだなってな感じはすごい。でも彼がちょっと傲慢とかしてるところはあるんですよね。でもまあ弱い、自分が弱いがやっぱり認められないから、それはなんかそばにいたいとかもある、なんだろう。でも確かに外国人は好きそうだなって思うんですよ。なんかゾロみたいの人間が多い気がする、外国で。だからわかる。トップ5はここも違いがまっすぐわかりますよ。ハガレンのエドワールドです。おー、エドワールド、そうだね。私もエドワールドのコスプレしたことはありますよ。でもっとしたいなーとか思うけど、エッドはね優しいんですよ。なんか若いティーネイジャーボーイで、なんでわからないけど、例えば外国の歌手とか、なんだっけ、すごい若いザック・エフロンとかすごい似てるんじゃないかなって思っちゃう。あ、ジャスティン・ビーバーとか、なんとなく、なんとなくはそういう感じだなって思うんですよね。4番目は、4番目、コードギアスのルルーシュです。あー、ルルーシュ、ルルーシュ、すごい外国人っぽい、ルルーシュ。それはね、結構日本人に似てるところだなって思う。これは性格悪いね。性格悪いけど、すごいカリスマがある人なんですよねって思っちゃう。なんか自分の英語、自分のイーゴのための行動する、それはちょっと嫌いなところになるなんですけど、やっぱり集中して自分の目的になるために集中して頑張ってる、それはやっぱり憧れる、憧れるし、あ、こういう彼氏とか欲しいなとか思う人もいるから、すごい大人気のキャラクターなんですよ。あとは4番3に行きたいと思います。これはね結構昔なんですけど、やっぱり外国人が好きなのはスタジオジブリのハウルです。いや、やっぱりイケメンだな、イケメンだね、イケメンだし、癒される、その優しさ、そのなんだろうね、すごい外国人っぽいな、ハウルと思う。そういうカリスマ的にもすごい外国人っぽいと思うし、でちょっと日本人にも好きになるキャラだったんじゃないかなって思う。とにかくその優しさとカリスマ、そういう俳優さんみたい、なんかわかんないけど、ハルさんはすごい俳優さんみたいから、みんな好きになれると思う。トップ2、これは日本と一緒かどうかわからないけど、ちょっと意外だった。東京グールのケンカネキちゃんです。白い髪になるときに、今呪術廻戦とかもすごい似てるのキャラクターがいるんじゃないですか。それに似てる気がする。なんかしかしちょっとキャラクターとしてちょっと違くて、一番最初を見てるときはエヴァンゲリオンのシンジ君だと思う。なんか怖い、逃げたい、どうしようみたい、すごいパニックに入っちゃうなんですけど、やっぱり強くなるためにいろんな登録もしてるし、自分の見つけるためもなんかそれも登録もしてるから、どっちかっていうと強くになるためのすごい好きになるんですよね、カネキ君は。確かに外国の東京グールのコスプレはものすごく多いです。どっちかっていうと大人気タイトル、東京グール、本当知らない方がいないと思います。はい、では1番はね、なんて説明すればいいの、これは本当意外だった。これは日本と一緒、レヴィです。わー、リヴァイ、まさか、オーガード、そう、なんでって思うので
ですけど、わかる。性格低いし、絶対みんなタイプとかで思わないなんですけど、リバイルの性格とカリスマと喋り方、あと喋り方、その声優さんがみんな大好きになる。大体もうやばい、このその声を聞くとエッチになる、すぐエッチになると思う。いやー確かに一番好きな声はリヴァイって言える。確かに一番好きな声って聞かれるとレヴィの声が本当いくらまでも聞こえる。で他のキャラクターに人気キャラクターとかいっぱいやってたから、その声を聞くとあリヴァイルだとか、すごいなんでわからない、わかりやすい、すっごいわかりやすいし、セクシーだし、かっこいいし、すごい素敵だと思う。はい、これはイケメンのトップ10でした。皆さんは意外でしたか？どうと思いますか？ぜひなんか自分のトップ10とかトップ5でも好きなキャラクターがいたらぜひコメントしてください。あといいねボタンしてチャンネル登録も忘れないでね。よろしくお願いします。みんな世界にイケメンに行きよう。これでなんかちょっとダンスのコスプレしたくなっちゃったな。はい、じゃああと他のお知らせは Twitter にチェックしてね。ありがとうございました。グラッシェ、チャオ。